皆様、本日はですね、いつもよりちょっとね、はい、始まりの導入部分がちょっと違うんですけども、まあ、こちらね、安丸だしの高橋商店さんから、はい、まさかの僕たちにね、この安丸だしのだしを使った料理をね、作っていただきたいということで、はい、あのね、こちらのね、あの、だしのね、魅力を皆さんにね、たっぷりとね、お伝えできたらなと思っております。はい。で、今ね、とりあえず3種類、うん、このね、安丸だしの高橋商店さんから出されているこの3つのだしを飲み比べ、そうだね。しようかなと思ってますので、まずそちらをね、やっていこうかなと思います。はい、で、今回いただいてる、はい、なんか他にもね、種類はあるみたいなんだけど、はい、あの、和風万能だし。はい。シンプルなやつ。はい。と、あと、特上海鮮だし。はい。で、あと、贅沢ローストだし。はい。はい。3種類いただいてるので、ちょっとね、一回ちょっと味をね、はい。飲み比べてみようかな。はい。飲み比べるプラス、その中からね、僕たちは、あの、ピックアップして、はい、それに合った料理をね、あの、こうちゃんが作ってくれるってことだよね。はい。はい、じゃあ、まずは。じゃあ、まずやっぱ、基本のやつ見ましょうか。はい、じゃあ、ノーマルな、シンプルなやつ行きましょう。では、はい。じゃあ、いただきます。あ、もうシンプルに美味しい。そもそも僕たちこれ、何度かあの、もう使わせていただいてるんだけど、本当にね、後味がめっちゃうまいんですよ。それがね、本当おすすめっていうのと、あと、やっぱ、これ一つあれば、他の料理本当何でも美味しくなっちゃうんで、もう、まず定番なこちらは本当外せないなっていう感じですね。で、次、僕たちが特に推してる、これね、だし、このね、極上の海鮮だし。はい、海鮮だしをちょっといただこうかなと思います。はい、では、いただきます。いただきます。マジでうまい。もう、やっぱね、あの万能和風だしのこの万能の方はシンプルに美味しいんだけど、こっちはね、旨味がさらにプラスされてる感じだから贅沢感があるんだよね。すげーコクがある。これが本当にマジでうまい。なんかあの珍しくマグロ節を使われてるみたいな。そうなんだよね。これ本当に美味しい。美味しい。じゃあ最後この最後ローストだしね、いただきます。じゃあいただきます。うん、あ、やっぱりね、ローストっていう書いてあるだけあって、うんうん、本当にね、あの焼き魚じゃないけど、その香ばしさが感じられるんだよね。3種類本当にね、飲み比べると全然違うんだけど、共通しているのが、僕が今までその出汁とかいろんなのを試して飲んだりはするんだけど、うん、後味がね、違うよね。本当ね、雑味がないんだよね。すっごい美味しい。だからずっと美味しいんだよね。あの、あんまりさ、出汁をな、うん、飲み比べたりとかってあんまり考えたことがなかったんだけど、うん、普通にね、全然全部味違うし、うん、なんか最近結構やっぱスティックタイプのさ、顆粒のやつとかあるじゃないですか。あれと一回飲み比べたんですよ。したらマジで全然違ったから。ね、それちょっとね、いや、もちろんね、その顆粒出汁のも美味しいんだよ。美味しいんだよ、うん。美味しいんだけど、やっぱり出汁が違うだけで、料理って一遍に美味しさが変わるから、本当に美味しい。マジで美味しい。あ、でも本当にこれ全然違うわ。ロースティーだよね。ロースティーマジでうまい。うん、やっぱ後味がさ、でもこれなんかもう本当にすっきりしてんだよね。すごいね、旨味で甘みが感じるってもう本物だよね。うまいわ、やっぱうまいな。正直極上と和風どっ和風でと、なんだっけ、万能だしか、うん、迷うよね。いや、でもとりあえずうまい。これはやっぱね、やっぱ8つの食材だって。そう、だからより贅沢、ほんとね、うまみがすごいんですよ、ほんとに。コクもすごいから、うんうん、これ推しだな。これ推しなんだよ。これはあのね、うん、全部のあのこの3品の中で一番多分塩分が少なめかな、飲んだ感じ、うん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 、あっさり飲めるから、うん、これなんかあの結構ね、濃い味付けになっちゃうようなやつとかは、うん、これを使ってあげたらその余計な、ね、塩分追加しなくて済むから、うんうんうん、だしの旨味とかだけ追加できそうだから。あとはだしにあんまない香ばしさを足したい時にはすごくおすすめだなと。で、贅沢に本当に旨味濃く出したい時は極上で、とにかくもうシンプルに美味しいものが、そのだしの旨味を味わいたいっていう時は万能だから、全部本当にいいんだけど、今回はですね、こちらですね、はい、僕たちが一番推しの極上の海鮮だし、はい、こちらを使って、あの、こうちゃんがね、めちゃくちゃ美味しい、あの、料理、一品料理作ってくれるんだよね。はい。で、本日はですね、うん、こちらのね、極上の海鮮だし使うんですけども、うん、あの、こうやってね、スープ状にするんじゃなくて、今回は、粉末をね、そのまんまね、かけて使う料理になっております。はい、まあ、その料理によってね、いろんな使い分けができると思うんで、うん、普通にね、スープものとかね、その鍋とか、いろんなもの使う場合は、こういう風にスープにして使うのも OK なんだけど、炒め物だったりとか、あと、パスタとかさ、そうだね。そういう、あと、チャーハンとか、そういうものに使う時とかは、粉末とかの方が、うん、あの、おすすめかなと思います。ということで、早速作っていきたいと思います。では、早速調理に取り掛かっていきます。今回ね、こ
ちらの極上海鮮だし、こちらを使わせていただきます。はい、ではね、今回用意してほしい材料がキノコ類です。今回は舞茸としめじで、あとちくわ、いやこれがねうまいんですよ。で、あと生姜ですね、生姜。であとは調味料として、あのお酒、みりん、醤油、あとごま油をね少々用意してほしいです。はい、じゃあやっていきます。まずちくわからいこうかな。ね、やみつき系のやつとか、やっぱねこういうちょっとタンパク質はないんですけど、ツナとかねよく入れると思うんだけど、今回ちょっと和風ベースにしたかったので、ちくわめっちゃ合うんですよ。なんでちくわをちょっと輪切りにしていきます。で、今回のねご飯のおかずにももちろんなるんですけれども、あのお弁当のねおかずとかにぴったりの感じになると思います。あとお酒のね当てにもねいいと思いますので、ぜひぜひ。はい、じゃあちくわカットしたらちょっと一旦取っておいて、じゃあお次はこちらのしめじ、こちら石突きの部分はちょっと取っちゃいます。そしたらもうこれお皿とか用意していただければ、このお皿にほぐしてあげれば大丈夫です。もちろんカット済みのねしめじとかもあると思うので、そちらを使ってくれても構いません。ではしめじのほぐしが終わったら、お次はこちらの舞茸なんですけれども、舞茸もね特にあの包丁でやる必要はないので、もう指で手でねこうやって普通に裂けるので、適当に食べやすい一口サイズに手で裂いてあげてください。でね、やっぱねキノコの中でもね舞茸って結構うまみ、味がねしっかりして香りも強いので、今回はね舞茸おすすめです。ただ別のキノコでもねすごい美味しく出来上がります。で、椎茸がね好きな方は椎茸とか入れてくれてもね、よりお出汁の味と相まって美味しくなると思いますので。で、最後ねこちら生姜です。まあ大体ね使うのは小さじ1杯なんだけど、あのできればチューブじゃなくて生の生姜、こちらをちょっとすりおろしてあげた方が美味しく仕上がります。ね、和風ベースなんで、今回はニンニクとかは使わずに生姜で病みつき度を増します。はい、生姜はこんなもんで、まあこれ多分これも全部使わなくても大丈夫です。こんなにもいらないかもしれないですね。はい、じゃあもう材料の準備できたので火にかけていきたいと思います。ではこちらのフライパンにごま油、これ大さじ1/2ほどです。はい、入れて火にかけます。でね、まあ油がねなくても大丈夫なんだけど、やっぱね油入れると、この特にごま油ね、香ばしさと、あとキノコとねちくわにねいい焼き色がねつきやすいので、少しだけ入れてあげてください。で、油がちょっと回ったら、こちらにまずちくわから入れちゃいますか。ただもう正直同時でいいので、ちくわとあとキノコ類もまとめてパーッと入れちゃいます。で、最初あんまり触らずに少しだけね焦げ目をつけてあげてください。で、火は強めの中火ぐらいで大丈夫です。で、今回はこちらのね安丸太志さん、こちらがね十分ね塩気もね持っているので、特にねお塩とかはね追加しなくて大丈夫です。これでも十分美味しくなりますので。で、ちょっとね香ばしい香りがしてきたので、まず始めますね。あー、いいですね、わかる、この焼き色ですね。でね、同様にちくわもねいい感じの焼き色をつけたいので、でやっぱキノコがね結構油をね吸ってくれるので、見える限りの油がほぼほぼキノコに吸われちゃったんですけれども、まあ軽くね油は回ってるので十分です。最初のね2分の1ぐらいの少量の油で、あれかな、このちくわのねいい感じの焼き色最高です。で、程よくね焼き色がついてきて、全体的にしんなりし始めたら、ここでね調味料入れていくんだけど、まあ調味料入れるとね焼き色がねつきづらくはなるので、やっぱね食欲をね増す見た目にもねさせるために、この調味料を足す前にできる限り焼き色だけはつけておいて、はい、いい感じで。そしたらちょっと一旦火は弱めて、こちらに全部大さじ1杯なんですけれども、お酒、みりん、これにお醤油、
で最後こちらの生姜なんだけど生のすりおろしを使うとね香りは強いのでこんなもんかな、小さじ2分の1ぐらいで大丈夫です。はい、でそしたら火をちょっとまた中火ぐらいに戻して、はい、絡めていきます。今ね生姜とキノコの香りがすごい立ってるんですけれども、ここにねお出汁が入ると、では程よく今先ほど入れたね水分も飛んでこちらに絡んだら、ここにこちらのギャス丸出汁さんのね極上海鮮出汁、こちらこういう風にねティーパックになってるので、はい、こちらを今回中身だけですね、シュッと、で大体半量ぐらいで大丈夫です、この量だとね。はい、こんな感じでお出汁をまぶしてあげて、で絡めます。すっごいいい香りです。全然マジでね本当にみんなびっくりするぐらい香りがふわっと漂いますよ。そしたらもうお出汁を入れたらね火にはかけなくていいので、最後こちらお好みでいりごまです。ごまをシュ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 ッとシュ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 ッと、はい、まぶして、ではこちらでやみつき無限ちくわきのこ完成なので実際食べていきたいと思います。では、はい、早速実食していきたいと思います。いただきま す, いただきます。で、こうちゃんがね、はい、まさかの安丸出汁さんのお出汁を使ってお吸い物も作ってくれたんで、ちょっとオフもあったんでね、はいはい、いただきます。いただきます。うまっ。これもう、3種類作ってた、最初にさ、試し飲みで作ってたじゃないですか、うん、だからもう3種合わせました。めっちゃうまいっていうか、やっぱシンプルにお味噌汁とかお吸い物とかが多分ね一番わかるね、うん、あマジで美味しいんだけど、これはさ本当にさ水筒で持ち歩いてもいいよね、うん、そうそうそう本当にめっちゃ美味しいわ。お醤油を本当小さじ1杯くらいしか入れてないです。すごい、やばい、もう余計な、うん、余計な調味料いらないね。ちょっといいですか、はい、ご飯の上ものさ、そうだね、もうそれでいいと思う。いただきます。いただきます。うまいわ。マジでうまい。これね、マジで口に入れる瞬間にまず出汁の香りが来るんですよ。うん、生姜の感じが来て、やっぱ最後に残るのお出汁だね。ねえ。すごいわ。みんなね、今回お出汁が本当にいいと、こんなに料理が美味しいんだっていう、本当にいい例になってると思うから、ぜひ、ぜひ使ってもらいたい。本当に美味しいな。あとね、やっぱね、みんなね、ちくわもいい味を出すよ。マジでうまい。これとおにぎりとかでも最高だな。最高だね。マジでこれ、冷めても美味しい感じのやつだから、お弁当とかにもすごいいいと思う。ほら、秋の行楽シーズンに向けてね。本当にうまい。七味唐辛子ほんの少しかけてるんだけど、うん、それも大人の方にはおすすめ。そうだね、マジでうまいよ。これ山椒でもいいな。あーそうだね、そっちも合いそう。もう本当なんかマジでびっくりするほどうまいんだけど、すごいね。結構シンプルな材料しか使ってないのにね、そんな感じにはとても思えないよね。想像以上にご飯泥棒なんだけどね。めっちゃお米に合う。最後いただきます。うまっ。ということで、はい、本日はですね、出汁が決め手のね、やみつき無限ちくわきのこ、はい、おこちゃん作っていただいたんですけども、まあ本当にね、シンプルな材料だからこそ、うん、安丸出汁さんのお出汁のね
あの風味だったりとか味がね際立つ、旨味が際立つ、うん、あのレシピになってると思いますので、ぜひ皆さんに作っていただけたらなと思います。もうこれねすごいびっくりすると思う、本当に。普段ね普通のお出汁でも普通にうまいしいんだけど、うん、もうよりね旨味がすごくなってるんで、ぜひね試していただけたらなと思います。じゃあ最後ちょっと味の底上げが、いや、やばい、すごいから、うん、でもそれがね際立つのはやっぱね、お吸い物だった、普通のお吸い物とかだとねもうねびっくりする、これ何で出汁取るのって感じの複雑な旨味がすごかったから、多分分かりやすくお出汁の美味しさが分かるのはもうこういう死ぬ物だと思います。そうだね、はい、本当に美味しいもうこれマジで美味しい、おすすめ、マジでご飯がなくなるんで、はい、ぜひぜひ作ってみてください、はい、じゃあ最後こうちゃんからお知らせがあります。で今回こちらの安丸出汁を出して高橋翔太さんがいただいたこちらの安丸出汁なんですけれども、はい、あの概要欄にね詳しくはあの詳細書いてあると思うので、ぜひぜひ見ていただきたいなというのと、はい、一応ねあの購入の時にアンケートで僕たちのね、うん、コッタスの自由気ままにというねチャンネル名を答えるとね、はい、割引があるみたいなのでこんなことしていただけるの初めてだから、ね、めっちゃ嬉しいね、なんか CM に乗った気分だよね、申し訳ない気持ちなので、はい、ちょっと嬉しい、はい、であと今回僕たちが使わせていただいているこちらの、うん、3種セットが特別割引もあるみたいなので、はい、ぜひぜひ気になる方チェックしてみてください。もう本当にね出汁一つでこんなに味が変わるのかっていうぐらい、うん、もう言い過ぎじゃないよね、本当にリアルに美味しいから一回マジで飲み比べをしてみてほしいんだよね、すごいわかる、めっちゃわかるんで、はい、ぜひねあのお出汁がね好きなね方はぜひ使ってみてほしいなと思います、はい、ということで本日は以上になります。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。